まさかお兄ちゃんとまた戦えるなんて思ってなかったよ。リアルで剣道やってた時以来か。俺はすぐやめちゃったけど、すぐはずっと続けてるんだもんな。そうだよ、 VR 世界だからって負けないんだからこれは気を抜けないな。当たり前だよ、これは真剣勝負なんだからね。そうだな、全力で行かせてもらう。すぐ負けるかと思ったよ。やっぱりお兄ちゃんの剣はすごいな。実際に戦ってみてよく分かったよ。リアルではすぐにかなわないどころか、ただの弱っちくて頼りない兄ちゃんだけどな。そんなことないよ、もちろんこの世界のお兄ちゃんはすごく強いと思う。でもね、リアルとか VR 世界とかそんなの関係ないって思ってるの。お兄ちゃんの本気が剣から伝わってくる気がするんだ。それは紛れもなくお兄ちゃんの本物の強さだよ。そっか、あのゲーム嫌いだったスグがそんな風に言ってくれるなんてな。前だったらゲームの中の剣技なんて所詮システムに任せるだけの偽物だって言われてただろうな。うん、そうかもね。でも今は違うよ。剣技も剣に込める気迫も偽物なんかじゃない、本物だって分かった。今では私もこの世界が大好きなんだ。 ALO の中で起こったことも感じたことも全部私のリアルだよ。だからね。いきなり抱きついてきてどうしたんだ。こうして抱きついてるのだって嬉しいと思う気持ちだって本物なんだよ。すぐ。お兄ちゃん、またデュエルしようね。ああ、そうだな。